クジャクズ、マス筆、増山忠し県は、江戸時代中期から後期の大名。伊勢長島藩第五代藩主、長島藩蔵三家六代。文人大名として知られ、多数の書画を描いている。1754年10月14日、第四代藩主、増山忠し院の長男として、江戸に生まれる。幼名は、千の城、有の城。 明和8年11月15日、将軍、徳川栄春に、おまみする。同年12月18日、十五位下、川内守に除任する。安永5年5月開日、生員の死去により、23歳で、伊勢長島に万国の家督を相続する。大阪城カバンなどを歴任する。政治面では無能であったと言われているが、文化面に関しては、当時において、 一流の人物だったと言われている。天命5年8月には、十巻の十字灰に命じて、繁光、文芸館を創設し、講師病も創設している。また、多くの文化人を招聘して、文字の発展に尽力した。ただし県自身は、山水画や蝶画など書画に優れ、囲碁や煎茶などにもその芸域が及んだ。文芸に秀出た文人大名として、尊敬を集めた。著書には、 松終焉停車期、千茶式などがある。共和元年7月5日、48歳で隠居し、長男の正康に後を継がせた。その後は、江戸巣鴨の下屋敷に住んで、悠々自適の生活を送っていたが、このように文化に溺れていったことが、幕府の写資金指令に違反したとして、文化元年7月に謹慎処分に処されている。文政2年1月29日に、江戸築寺で死去した。 去年66、母書は東京都台東区上野蔭江寺。現在、中野蓮華寺に母書が移されている。風がをめでた文人大名としては、切妻の豪でよく知られる。書は、超東祭からからよう学び、画は、木村健足堂を主とした。南平派の聖地長風は、大名の余儀とは思えぬほど優れており、田野村築田などは、起因制度があるとして絶賛している。 花鳥画を得意とし、特に無種類写生図譜、中地町は、本造学的にも貴重な資料となっている。また、文人画風の山水図も描いた。藩士の十字梅や春木南湖は、切西に、文人としての力量を見込まれて登用された。両名をそれぞれ長崎へ誘学させ、新人から画技を学ばせた。また、幕臣の王家雲ンや上条西淵は、切西の画業の弟子だったと言われる。 文人木閣との交わりを好み、その被護者ともなった。首相統制違反となり、大阪を追われた木村家が指導を治療に招き、旧地を救ったことは有名である。その他に、大田南保、菊池五山、聡史赤、渡辺玄体、大久保支物、同じく文人大名で知られる、福知山藩主、く木きまななどと交流した。二男三女、中地町、 増山切マ筆室東京国立博物館ありがとうございます。